皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、電話に関する奇妙な体験の一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。さっきもう何年も音信不通の友人から、もうすっかり夏だね、さあ海へ山へ、と謎のメールが来ました。彼は狂ってしまったのでしょうか。何か返信したい気もするのですが、何と書いていいのかわかりません。友人とは言っても、必要以外にメールを出し合ったことはなく、こんな冗談メールをいきなり送ってくるとはとても思えないのですが。その友人は狂ったのかもね。昔のクリスマスの次の日、朝にメールチェックをしたら普段ほとんどメールは送られてこない方なのに、20件くらい入ってて、しかも全部知らない人からで、今暇、とか、これから会える、とか、そんなのばかり。その時はすごい怖かったけど、よく考えたらどこかの出会い系サイトに、どこかの誰かが自分のアドレスを間違えて登録したとかそんな感じなんだろうなぁと思った。前に写真付きのメールで、知らんアドレスから、首吊りを見たという内容と、人が首を吊ってる写真が送られてきた。なんか本物っぽかったけど、あれはマジモンだったんだろうか。写真付きってのが怖いやね。昔聞いた話、女子大生が携帯で彼氏と話をしていたんだって。彼氏の方は携帯をかけながら車を運転していたんだ。それで途中まで話が弾んでいたのに、急に携帯に雑音が入って、あれ?と思ったんだけど、その後通信状態が持ち直して、再び彼と話を続けたんだって、ところがその後の彼の話がどうもおかしい。人間の体のどの部分がどうだか、へその緒がどうとか、それまでと違い妙な話ばっかりする。それで女子大生はなんだか気持ち悪くなって、強引にまた明日と言って電話を切った。しかし夜半過ぎになって彼からまた電話がかかってきて、さっきは途中で切れちゃってごめんな、と言ったんだと。彼の話だと、運転中に大きな落雷が近くにあって、その瞬間に携帯の通話が切れたんだって。ちょうど雑音が入ったのがその時らしい。では雑音の後で女子大生が話していた相手は誰?というちょっと怖い話。全部電磁波の仕業だよ。コピペだけど、4年前白倉トンネルってトンネルによる友達と2人で行ったのね。そこは出るって有名なトンネルでさ、でも場所がわからなくって。途中地図見ようとしてコンビニに寄ったんだ。多分午前3時くらいだったと思うんだけど、それで車に乗り込んだ時に、急に俺の携帯が鳴り出した。当時は頭が090とかじゃなくって、010とか050だった。その番号は確か頭が040だった。で、俺の知らない番号だから、誰か携帯買ったのかな、くらいに思って電話に出たんだ。そしたら無言状態。で、しばらくして白倉トンネルに近づいた頃に、また同じ番号からかかってきたのね。さっきのが気になったから出たんだけど、また無言ですぐ切れちゃった。まあ山道だし、電波が悪かったから切れたんだと思って放っといたんだ。それで白倉トンネルのすぐ近くに来た時、また携帯が鳴り出した。やっぱり同じ番号なんだよね。でもさおかしいんだよ、そこって山奥じゃん、県外なんだよね。かかってくるはずないじゃん、県外なんだもん。だから怖くなって友達と二人で逃げるように帰ってきた。その電話も電源切ってさ。でも県外でかかってきたのも変だけど、着信音も3回とも俺が設定したのと違って、エリーゼのためにが流れてたんだ。でもそんな音そもそも俺の携帯に入ってないし。だからますます怖くなっちゃったんだけど、
でもやっぱ真相を知りたくって、昼にその番号に電話したんだ。そしたら、この電話番号は現在使われておりません。ってアナウンスが流れてきた。私が高校生の時の話。当時は携帯電話の普及が爆発的に始まった頃で、中高生も携帯を持つようになりつつあった。それで6月頃のある日曜日、街中で友達と一緒に歩きながら、ふざけてわざわざ携帯で話していた。すぐ隣に歩いているのにね。そうしたら何か混線したみたいで、ブツブツ声が聞こえた。私の携帯からはその声が何を言っているのかわからなかったけど、友達は、その声が、行くぞ、行くぞー、って風に聞こえたんだって。それでも構わずに携帯で話を続けながら歩いていたら、突然空が光って、すぐそばに雷が落ちた。それまでは曇っていたけど、別に雷雲は出ていなかったのに。その後でわかったんだけど、歩行者が直撃を受けたらしい。しかももう一度だけ似たようなことがあって、その時にはバッグの中の携帯が鳴って、出てみたら、行くぞ、行くぞ、行くぞ、と低い男の声。びっくりして切ったんだけど、次の瞬間空が光って、今度もすごい落雷があった。この時には直撃を受けた人はいなかったんだけど、かなり気味悪かったね。昔すごい雷が鳴り、あまりの爆音に布団に駆け込むと携帯が鳴った。しかし一回だけで切れた。画面を見ると表示されていたのは自分の電話番号だった。一年くらい前朝起きたらかけたこともない番号から留守電で、こんな朝早くになんなんだよ、と留守電が入っていた。あんたこそ誰だよ。俺は朝っぱらからフィリピン人らしき人から何やらわけのわからん言葉でキレられたことがあった。深夜知らない人から怒号の電話がかかってきた。どうやら彼女の浮気相手と間違えているらしい。間違い電話だと言っても一向に聞かない。待ってろ今からお前らぶっ殺しに行ってやる、という言葉でキレた。あの後どうなったんだろ。電話じゃなくてごめんなんだけど、ポケベルに、死ね、〇〇より、と入ったと思ったら、どこにいるだの、今から行くよ、だの、次々メッセージが入ってきて怖かったことがあります。買ったばっかりで限られた友達にしかベル番教えてなかったし、その限られた人の中にそんないたずらする人がいるとはとても思えなかったので、しばらく疑心暗鬼の日々を過ごしました。あともう一つ。これは PHS 使ってた高校生の時の話なんだけど、見知らぬ番号から着信があって、男の声で、この番号を使っていた人が料金の支払いを滞納したまま逃げている、というので、慌ててそんなものは全く身に覚えがないというと、それはわかります。これは以前に使っていた人によるものだと思います。あなたがいつこの番号の PHS を買ったか証明できるもの、あるいは販売店でもらう契約書でもいいので、ファックスしてもらうことはできますか?という。とりあえずはいと返事をしたんだけど、その後に年を聞かれて、17だというと、急に、やっぱりいいです。というような話の流れになり、電話は切れて、二度とその人からの着信はなかった。何だったのか未だに謎であります。ちなみにコールセンターのような、後ろでも人の話している声や電話の着信音が聞こえていました。もし個人情報を送っていたら業者の名簿に載せられて、家の電話や PHS に、何かの勧誘や、プレゼントに当選しました。っていう風な電話がうざったいぐらいかかってきていたこと受け合いだな。かくいう私もネット決算のためにクレジットカードを作りに行って、そういう業者に個人情報を売られてたよ。多分未成年だから助かったんだね。
心霊現象ではないのですが、携帯に非通知と見知らぬ番号からの着信が何件も来て、さらに、あいつの居場所を教えてください、なんて未読メールも何件も。心当たりがないので放っておいたら、家の電話が鳴って、携帯鳴らしたしメールも送ったのに、なんで居場所を教えてくれないんですか、と男の声で電話が。話を聞くうち、電話とメールの主は知人の元彼であることが判明。しかし私は一度会っただけで、アドレスはおろか携帯の番号も教えておらず、知人も気安く教えるような人ではない。後で確認すると、彼女の携帯を勝手に見て自分の携帯に登録していたらしい。電話を切って友人に連絡を取ると、別れ話を持ち出したら彼が同意せず、もう連絡を取りたくないので着信拒否に設定したため、私のところへ連絡を取ったのだろうと謝罪され、再度電話をかけてきた元彼には、二人のことだし私は口を挟める立場ではない、と言ったら、お前の家がどのあたりか見当ついてんだ、あいつの家の電話番号を教えろ、などと脅迫まがいなことを口にしだしたので、ちょうど仕事から帰ってきた旦那が電話口で怒鳴ったら、以来電話はかかってこなくなりました。心霊よりもこういう状況を逸した人間にまつわる話の方が怖いです。だいぶ前のこと、サイト巡りしててふと目についた、踏切の音の着メロをダウンロードしてみた。何度か聞いてみたけど、やっぱりなんか不気味。こんな音で着信知らされるのも気分悪いなと思い、着音には設定しないで削除。次の日電話が鳴って、消したはずで、一度も着信音には設定してない踏切の着メロが聞こえた。後で確認しても、自分が設定した着信音はやっぱり違うものだったのに。誰かから画像メールが届き、開けると首を吊った女の人の画像が出てきました。その後すぐに携帯が壊れました。悪質なウイルス。ショートメールの非通知で、助けて、ってメールが毎日届いた時期があった。誰がなぜ自分に送ってきてるのかわからないけど、非通知なものでどうすることもできないのが怖かった。知らない番号からの着信。恐る恐る取ってみると、あのさあ、大学の近くにスーパーある？あまりにも慣れ慣れしく喋りかけられたので、誰か知ってる人かと思った。いやあ、わかんないわ。あ、そう、ありがとう、ガチャ。あれ一体誰だったんだろう。今から何年も昔、夜の11時くらいに携帯に電話があり、今日一日ずっと話し中だったよ、と、友人からクレームがありました。故障かと思い試しに自宅に電話をかけようとすると、使用できませんでした。不審に思い自宅に帰った後で、家の電話から自分の携帯に電話しました。すると2、3コールで、いきなりもしもしと返事が返ってきました。とっさに私は番号を間違えたと思い、誤って電話を切りました。自分の番号を間違えるなんて、と思いながらリダイヤルでさっきの番号を確認してみると、やはり合ってる。再度電話してみると、私の携帯が部屋の中で鳴り響きました。翌日一応 NTT に電話して内容を伝えると、絶対そんなことはありえません、と言われました。しかし現実にあったのです。電話に出た人は未だに誰かわかりません。少し事情が違うかもしれないけど俺も前にあったよ。電波の混線じゃないかな。昔 PHS を使っていた時の話なんだけど、夜に非通知で女の人の声で、助けて、助けて、とひたすら繰り返す電話があった。いたずら電話かと思ってすぐに電話を切ったんだけど、その後すぐに今度は男の人の声で電話があって、今の声に聞き覚えがあるか、って言われて、ないと答えたら、
じゃあいい。って言われて電話を切られたことがあった。ただのいたずらには思えなくって怖かった。一年ほど前に、試験勉強を深夜2時頃までリビングでしてた。勉強も一段落した頃、試験範囲なのか曖昧な箇所があり、友人に確認しようとしたんだ。だけど携帯電話がない。机の上やソファー、カバンの中、どこにもない。そこで固定電話を使い、自分の携帯電話にかけて探す作戦に出た。でも家中探しても見つからない。仕方なくもう一度固定電話まで戻ってリダイヤルして自分の携帯電話を探す。だがない。もう時間の無駄だし、範囲かどうかわからないけど、勉強しておこうと思って諦めてリビングに戻ったら、絶対に見つけられなきゃおかしい場所にあった。さっきまで勉強してた机の上。ここは一番最初に探したけどなかったはずなのに。おかしいなぁなんて思ってたんだけど、寝ぼけてたってことで片付けることにしたんだよ。で、携帯電話見てみると、着信履歴が全くない。2回もかけたのに。そこでハッとした。もしかして間違い電話をかけて、さらにその上無言電話してたのではと思い、失礼を詫びようと電話して謝ることにした。固定電話まで行ってリダイヤルを押した。すると自分の携帯電話が鳴った。リダイヤルして自分の携帯電話が鳴るなら、前の2回ともちゃんと携帯にかかってたということだ。怖くなって勉強を切り上げて寝ました。不思議なことって結構あるんだよね。僕は幽霊などというものは信じてませんが、昨日の夜中3時頃まで友達とファミレスで話してて、その帰りのことなのですが、昨日の晩は雨が降っていて、僕はチャリで帰っていたのです。周りに何もないのに、今まで嗅いだこともない異臭が一瞬して、気持ち悪いなと思ってました。そのまま帰っていくと、自販機の方で何やらバタバタ音がするので見てみると、風もないのに自販機の取り出し口がバタバタと動いていました。なんか背筋がゾッとしたので、急ぎ気味にそのまま走り続けました。すると田んぼのあぜ道でいきなり電子音が聞こえて、自転車を降りて自分の携帯を見てみました。しかし着信も入ってないし、よく考えてみると、自分の着信音とは全然違うメロディーだったのです。そのまま急いで自転車に乗って家に帰りました。ただそれだけのことだったんですが、不思議な体験をしました。昔コンビニでバイトしてた時、夜中に変な板電があった。取ると、向こうで因縁念仏唱えてる。でも店員は俺一人だけじゃないし、全然怖くない。みんな呼んで、バカだねーとか笑ってたら、突然先輩がなぜか妙な顔つきになった。どうしたんですかって聞いたら、先輩が変な顔しながら、こいつ息吸ってないよ、って。面白い。落語みたい。年末大掃除で物置整理してたらいろんなガラクタが出てきた。その中に、今は懐かしい黒のダイヤル電話機があった。もう使うことはありえないので捨てることにした。結構奥の方にむき出しにしておいてあったので、ちょっと取りにくかった。よっこらせっと手を伸ばした瞬間、ジリリリリリ、と鳴り出し、死ぬほどびっくりした。電話線が繋がってるわけがない。でも鳴ってる。すごく怖かったけど、思い切って受話器を取ってみた。しかし鳴り止まない。いくらガチャガチャしても鳴り止まない。不思議に思って周りを見ると、子供の頃使ってた、ネジ式の目覚ましが鳴ってた。電話機を取ろうとした弾みでストッパーが外れただけだった。でも全く触ってなかったんだけどな。つまらんオチですまん。無言電話が何度もかかってきて、一度どこまで黙ってるか試したとき、
しばらく放置してもう切れてるのかなと思って、もしもし、と言ったら、なんだよ、と言われた。急に気味が悪くなってきった。番号も変えた。友達と夜の海へ車で出かけた時のこと。携帯で話すために車外へ出ていた友人が、会話を終えて車に戻ろうとした時、中年の男が寄ってきて、電話を貸してくれと言ったそうな。近くに公衆電話もなさそうだったので、友人は男に携帯を貸し、聞くともなしに会話を聞いていたらしいのだが、男は、終わりだから、とか、もう会えないかもしれない、というような内容を話していたらしい。男は携帯を切った後、ありがとう、と友人に携帯を返し、その場を去っていった。会話の内容から、後味が悪そうに戻ってきた友人を乗せて近くのファミレスに移動。さっきの男の話などをしていると、救急車のサイレンが割と近くに止まった。まさかと思いながら、救急車の止まった場所へ移動したところ、どうやら男が海へ身を投げたらしい。友人は帰りの車でしきりに、死んでない死んでない、と祈るようにつぶやいていた。発信履歴にかけた覚えのない見知らぬ番号が入ってた。時間を見ると明らかに寝ている時間。今でも謎。非通知で午前4時頃謎の留守録があった。聞いてみると、最初は男が何かを言っていて、その後声がすごいノイズ音に変わり、最後にうめき声。知人にわざわざいたずらするやつもいないし、誰に聞いても知らないという。留守電関係も怖いな。非通知の電話が2年前ぐらいから週に2、3回の頻度で来る。時間はまちまち、昼だったり夕方だったり夜中だったり。出ても無言で5秒くらいで切れる。たまにイオンとか、叩きつけるような音がする。2年もよくやるなって感じ。いつもの朝、7時ごろ起きて支度をして携帯を持って家を出る。通勤途中の車の中で携帯を確認すると、自宅からの着信がある。なんだ自宅からかと思ったが、俺は一人暮らし。部屋にある電話から携帯に着信が入っていたことになる。もし電話に出ていたらどうなってたのかちょっと気になる。自分も前父から電話があり、出てみると、なんか用だったか、と言われた。何言ってんだと答えると、着信があったから、という。家に帰って履歴を見ると、確かに今日の午後に私からの着信がある。しかしその時間は授業中で、私の携帯にも発信記録などない。その日一日気持ち悪かったのを覚えています。今日携帯のデータを整理してたら、見知らぬ録音データが、聞いてみると、ザー、プツ、ザー、の繰り返しが10秒間。普段は録音なんてしない。なので録音した記憶もないし、大体何を録音したのか。ポケットの中に入れてる時に誤操作したんじゃない。俺もよくやりますよ。5年前に友達と心霊ツアーに行った次の日、別の友達から携帯に着信があった。普通に出て10分ほど話をしてると、友達が突然、もう、彼氏といるんだったら言ってよ。え、私一人だよ。だって男の人の声するよ、あんたの後ろで。あ、テレビの音じゃないの。テレビじゃないよ、おいおいってあんたのこと呼んでたし、だから彼氏かなって。もう怖くなって携帯切りました。その友達には昨日心霊ツアーに行ったこと言ってないし、変ないたずらする子でもないです。怖いな、俺も体験してみたい。数年前に兄貴が富士の樹海に毎年キャンプに行くというアホなことしてた時に、毎年毎年確実に変な体験して帰ってくるんだけど、樹海から家に帰ってきてベッドで寝てたところ、何の表示もなく着信が。画面は真っ白で音だけ鳴ってて、
無視してたら、男の声で、早く出ろ、っていう声が聞こえてきたとか、あと家の二段ベッドの上から女が覗いてたりとか、キャンプの周りを大勢の人が歩いてたとか、そういう体験は樹海に行ってるとしょっちゅうらしい。別に怖くはないんだが、去年の夏頃の話。大学時代同じゼミだった王から携帯に電話が入った。王とはそれほど深い付き合いでもなかったので、何の用なのかいぶかしみつつ出てみた。しかし何の反応もない。繰り返しこっちから声をかけてみるが、やはり何の反応もない。電話の向こう側の様子に耳を傾けてみた。電話の向こう側から聞こえるのは男女の談笑とおぼしき遠い声。会話の内容はわからない。よくよく聞いてみると声は王のようだ。しばらく会話を聞き続けて電話を切った。ちなみにこの件の後、また王から何件か着信があって、それも上記と同じような様子だったからもう即座に切った。バッグの中に携帯を入れておいたら、ぶつかったか置いた拍子にかかっちゃったとか。昔女友達の携帯が変だった。ある日買い替えたのをきっかけに、通話をしている最中に、って感じの、男の低いうめき声みたいなのが毎回混戦してきた。気味が悪いので、一度会話の途中にそれを指摘したら、怖がって会話にならなくなったので、それ以降は電話するたびにこちらが毎回我慢してその気味の悪いうめき声を聞いてた。結局その友達は俺以外の何人かの友人からもそのうめき声のことを指摘されたみたいで、携帯買い替えてた。誰か教えてください。昔着信あったんだけど取れなかったんだ。後で見たら不在着信とはあるんだけど、番号が表示されてないんだよ。非通知とかじゃなくて本当に何もない。いたずらなのかな？海外からの電話だと表示されないことあるよ。少し前の話なんですが、昼間に出かけて行った彼氏を家で待っていました。携帯に彼氏から電話が何度もかかってくるんだけど、なぜか出ると切れるんです。こちらからかけてみても結果は同じでした。しばらくすると彼氏が帰ってきて、ここにあったと、棚の上から携帯電話を取りました。私はパニックになり、ずっとその携帯で電話してきてたよね、と問いただしたのですが、出かけるときに忘れていったとのこと。では私に電話をしてきたのは誰だったのでしょうか。未だにわかりません。昔あった不思議なこと。友達に送ったメールが全く知らない人に届いたことがある。アドレス帳の番号で送ったから打ち間違いということはない。これは後で友達と再会して確認した。しかもその人とちょっとメールで会話してみると、その相手の年齢、性別、地元、趣味、将来の夢などが自分と一緒でちょっと驚いた。でもそれ以降その人に通じたことはない。なんだか感動系のストーリーになりそうだな。友人の話ですが、ある日友人が携帯を家に忘れて職場に行ってしまい、まあいいやと思いそのまま仕事をしていました。しかしその日の仕事は暇で、友人はずっと、彼女と電話でもしたいなと思っていたそうです。やがて仕事が終わり家に帰宅した彼は、すぐに彼女に電話しました。すると彼女は、あれ、今日仕事だったの、と。友人は不思議に思い、彼女にどうしてと聞いたら、だってさっき2時間くらい電話したじゃん。てっきり家にいるかと思ってたわ、と言います。友人はからかわれてると思い、何言ってんだよ、俺携帯家に忘れて仕事に行ったんだから、電話なんてかけられるわけないだろ、と、彼女に言うと、彼女は戸惑った様子で、じゃあ今からちょっと来てよ、と。友人が彼女の家に飛んでいくと、彼女は真顔で、
ほらこれ見てよと、着信履歴を見せました。確かに友人が働いていた時間に友人からの着信がありました。しかし友人の携帯の発信履歴には、その時間に彼女に発信した履歴も残っていません。友人は一人暮らしで、携帯は間違いなく彼の部屋にありました。きちんと施錠してあり、他人が入った形跡などありません。そして何より、彼女が電話で話したのは、確実に友人に間違いないという。彼女が2時間も話していた相手は一体。オカルト的に言えば彼女と話したい一心で念が飛んだってとこか、たまにこういう話あるよな。何ヶ月か前に、夜中に突然携帯が鳴った。でもその着信音は登録していない曲だし、昔の携帯みたいに単音で、しかもそれが10年くらい前に大好きだった曲だった。夜中だったからびっくりして撮ろうと思ったのに、どのボタンを押しても通話中にならない。画面は着信の表示が出ていて曲がずっと流れ続けている。あれが何だったのか未だに謎。着信ありのロアないバージョンだろ。自分も似たようなことあったよ。設定してない着メロで鳴り出した。出ようと思ったがどのボタンを押しても全然出れなくて、電話はますます鳴り続けるしで困ったよ。着歴に残ってるかまでは確認してないのでわからないけど、2回はそんなことがあった。携帯を持つようになったのは高1の夏休み。いろいろな機能がついた携帯は大層面白いものだった。だから毎日いじりまくっていた。でも嫌いになった。とても気持ちの悪い事件が起きたからだ。持ち始めて2週間くらい経った頃だ。朝飯を食べ終わった自分は自室で携帯をいじっていた。しばらくしてトイレに行って、戻ってきて携帯を見ると、トイレに行っていた数分の間に着信があったようで、何かメッセージが残されていた。知らない番号だったけど、興味本位で一応聞いてみた。まず聞こえたのは雑踏、ざわざわしたデパートとか駅の構内とかの音。そして間髪入れず、ものすごい警笛が聞こえてきた。ファンファン、ファーン。電車通学の自分も今まで聞いたこともないほどの大音量。電車の警笛だった。その日の夕刊に、山手線で人身事故があったという記事が載っていた。時刻がその着信があった時刻と一致していた。誰がかけた電話かはわからない。いたずらだと思うし、普通に考えて人身事故の本人のわけはないと思うけど、それ以来すっかり携帯が気持ち悪くなった。警笛を複数回鳴らすのは、人身事故や走行に支障が出るものにぶつかるのが不可避の時にあるのよ。実際かかってきたら怖いな。たびたびかかってくる電話なんだが、開口一番、〇〇さん、と言うんだけど、その〇〇が聞き取れない。聞き返しても、〇〇さんですよね、ともごもご言う。まるでこちらから名前を言わせるような感じで、どこかの業者に個人情報売られるんじゃないかと心配。多分その電話がかかってきた時点で業者は名簿を持ってて、名前などの再確認のために電話をしてきているんだと思うぞ。知人から聞いた話、修学旅行中に寝る前だったかに、ゴキブリになってしまったので殺してください。って知らない宿から突如としてメールが来たそうな。その後いろいろと返信したらしいけど、ひたすら同じようなメッセージしか返ってこなかったらしい。PHS を使ってた時代に着信があって、出たら男っぽい声の叫び声みたいなのがずーっと聞こえて、しかも声が伸びたままで音程も変わらないし、機械音かなと思ったけど、どう考えても人の声っぽかった。自分から切ったらもうかかってこなかった。立ちの悪いいたずらだな。
元同僚の A ちゃんが死んだと友達から聞いた。信じられなくて A ちゃんの携帯に電話したら、はい、〇〇です。今電話に出られません、と、A ちゃんの声で留守電が流れた。なんだやっぱり嘘なんだと思って、また遊ぼうという旨の伝言を入れておきました。それから1ヶ月くらい経って、ふとした拍子に他の友人たちから、やはり A ちゃんは亡くなっていたと聞きました。でも未だに A ちゃんの伝言が流れるんです。こんなことってあるんでしょうか？携帯が繋がるってことは、少なくとも解約はされてないってことですよね。急なことで親類も携帯の解約まで気が回らないとか、娘の死を認めたくないからあえて生前のままにしてるとかもある。例えば銀行口座は名義人が死亡したら口座凍結されることになってるけど、よほど付き合いが深いとか有名人だとかじゃない限り、銀行が死亡の事実を確認するのはほぼ遺族の申し出によるところだと思う。携帯はお金が銀行引き落としなら口座が生きてて残高あるうちは勝手に落ちていくし。それでもまあ引き落としの通知は来るだろうから、気がつかないってのはおかしいけどな。親が携帯の留守電知ってていつまでも解約できないのかもしれない。いつでも声が聞けるからな。そういやテレビの行方不明か殺人事件の被害者家族のドキュメントで、被害者の娘さんの携帯電話を解約せずに置いているってお母さんが出てたなぁ。なんとも切ないな。個人の部屋をそのままにっていうのはよく聞くよね。知らない番号から着信。最初は無視してたんだけど、やけにしつこいから出てみたら、機械的な女の人の声で、繰り返し繰り返し何か言ってる。よく聞き取れなかったけど、10遍10遍。とひたすら言い続けるだけ。なんなんだ。高校の時持ってた携帯は、カエルコール用に母から渡されていたものだった。その頃時代的にも周りがあんまり携帯持ってなかったから、自分の番号知ってる子も少なくて、着信があることも少なかった。だけど一時期、留守電にメッセージが入ってることが多くなった。授業中におっさんの声で、今着きました、とか、また違うおっさんの声で、今から向かいますとか、駅に行きますとか、女の人のこともあったかな。きっと誰かが番号を教えるときに間違えたかなんかだろうと思ってた。でもある日夜中3時半頃着信があって、ものすごい寝ぼけながら入って出たら、ドスの効いた声で、あんた、友達に騙されてるよ。って、眠くてよく理解できなかったので何回も聞き直してたから、私が若い女だってこともわかってたと思う。それでもずっと、友達に騙されてるんだよ。って言ってて、眠さも限界で、気持ち悪いのもあったので切った。今でも思い出すと気持ち悪い。多分出会い系かどっかの掲示板か、もしくはトイレの落書きかなんかにあなたの携帯番号が書かれてるんだよ。それか偽のメアドに使われてて、最後にこの番号に連絡くれって感じで、あなたの携帯番号を伝えてるんだと思う。だからいきなり途中から始まるようなシチュエーションなんだよ。今から思えばそうだったんだろうと思う。番号を知ってる友達は3人くらいだったから、悪意を感じて怖かったよ。知らない誰かが適当な番号をどっかに書いたのかもしれないけど。仕事終わって携帯の着信履歴見たら、同じ番号で10件くらい入ってた。知らん番号だからかけようか迷ったがとりあえずかけてみた。おい。お前今どこで何してんだ、母ちゃん交通事故で死んじゃったんだぞ。全く聞き覚えのないおじさんの怒鳴り声。私は〇〇ですけどどちら様ですか？俺の質問におじさんは、すいません間違えた。と。間違い電話はしょうがないけど、
おそらく息子にでも電話したつもりだったんだろうな。なんか、身内が亡くなった時の動揺が伝わってきて、しばらく嫌な気持ちだったよ。他のスレでも書いたんだけどさ、友人宅の留守録に、どうしていますか？至急連絡ください。危篤です。先ほど亡くなりました。と、知らない人から連続で連絡が入ってたってことがあったよ。半年くらい前のことだが、2日連続家電の留守電にメッセージがあって、女の人の声で、しかも訛りが外人っぽい。3時です。食べてもいいですか？ 3 時です。食べてもいいですか？おやつを食べるために許可もらいたいのだろうけど、留守電に質問残されても。電話って謎な話が多いですね。定期的にかけてくる謎のお姉ちゃんがいる。何かの業者なんだろうけど、いつも狙ったように仕事中にかかってきて、今仕事中ですか？またかけますね。1ヶ月に1、2回しかかかってこないがもう2年目だ。何者なんでしょうね。昔どっかのスレにも書いたんだけど、東京駅地下で友達と電話をしていたら、急に女の声で、ふふふ、という笑い声。混戦かなと思ったんだけど、気にせず待ち合わせ場所を指定してそこで待ってたら、その友達から着信。電話に出たらまた笑い声。待ち合わせ場所に来た友達に、さっきいたずら電話したでしょ、と聞いたら、電車の中だったから電話などできなかった、という。昔貞子の携帯ってのが雑誌に載っててかけてみた。一応繋がったけど、ハックスみたいなピー音がして怖くて切ったけど、あれなんだったんだろう。それって090以下が全部同じ数字の番号か。だとしたらあれは au のデータ通信用の基地局の番号だよ。携帯からある番号にかけると、変なおじさんの声で、これから宇宙パワーを送ります。ああ、はあ、終わりました。ってのもあったよね。小学生の頃学校帰りに公衆電話でよくかけてた。一週間前にあった話だけど、仕事中に携帯にかかってきた番号が登録されてないもので、ワンギリじゃないんで一応出てみたら、あら、〇〇さん？〇〇さんじゃないの？とおばさんの声。俺は〇〇さんではない。番号はほにゃららで、〇〇三角さんの携帯じゃないんですか。間違いだと言って切った。番号は全くその通りなんだが、〇〇三角というのは、3ヶ月前に亡くなった俺の祖母の名前だ。とはさすがに言えなかった。あれは本当に間違い電話だったんだろうか。もしかしたら知人か身内にからかわれてる。でもそんな不謹慎ないたずらをするような人はいないし。小学1年の時、サンタクロースへつながる電話番号が流行った。友達と一緒に学校帰りに電話をかけてみたら、おっさんかじいさんっぽい人が、外国語で何やら喋っていたな。あの頃はまだサンタを信じていたので、つながったぜ、マジすげえ。というようなことを電話口に向かって連呼。友達と共に、クリスマスプレゼントには何が欲しいだの、〇〇ちゃんの好きな子教えてだのと、バカなことをその電話に向かってお願いした。サンタクロースは実際に公認されてサンタクロースとして活動してる人もいるから、その電話番号も本物かもしれないよ。以前テレビでフィンランドのサンタクロースを紹介してたけど、世界中の子供たちから手紙や電話があるって言ってたよ。俺の携帯半年近く着信がないんだが。終わり。